皆さんこんにちは。韓国の5人組ガールズグループであるニュージーンズ。今回はミンヒジンがついにニュージーンズと新会社を設立した真相と衝撃の HYBE 復讐計画について紹介します。まずはニュージーンズの履歴とプロフィールから紹介します。ニュージーンズは韓国の5人組ガールズグループで2022年7月にデビューして以来、その独自の音楽スタイルとナチュラルな魅力で急速に人気を集めています。彼女たちはミンヒジンのプロデュースのもと、レトロな R&B やポップスの要素を取り入れた楽曲で韓国国内外で高い評価を受けています。ニュージーンズは韓国の5人組ガールズグループで2022年7月22日にデビューしました。グループは HYBE の新レーベルアドルに所属しており、韓国人3人、オーストラリア系韓国人1人、ベトナム人1人の多国籍メンバーで構成されています。プロデュースは SM エンタテインメント出身のミンヒジンが担当しています。ニュージーンズは2022年7月22日にデビューシングルアテンションのミュージックビデオをリリースし、その翌日にはハイプボーイのミュージックビデオも公開しました。これらの曲はメロンのトップ100チャートで1位と2位にランクインし、K-POP アイドルのデビュー曲としては初の快挙を達成しました。2023年にはリットーや OMG などの楽曲がヒットし、韓国の音楽賞 MMA2023 やママアワードでアーティストオブザイヤーを受賞しました。またサマーソニック2023に出演し、日本のファンにもその存在感を示しました。韓国内だけでなくグローバルな成功をつかむニュージーンズは、韓国内だけでなく世界的にも数々の成功を収めています。2023年には米国ビルボードのビルボード200チャートでアルバムゲットアップが1位を獲得しました。さらに同年のビルボードミュージックアワードでトップグローバル K-POP アーティストを受賞し、韓国の女性グループとして初めてパフォーマンスを披露しました。また彼女たちは 2023MTV ビデオミュージックアワードにもノミネートされ、その多彩な活動が世界中で認められています。総括プロデューサーのミンヒジンはニュージーンズの成功の鍵を握る人物です。彼女は韓国の大手芸能プロダクションでのキャリアを経て HYBE の新レーベルアドルを設立。ニュージーンズのプロデュースにおいてトレンドを無視する独自のアプローチを採用しました。トレンドを無視した方がむしろ相違に富むという彼女の哲学はニュージーンズの成功に大きく寄与しています。日本のファンからはニュージーンズの音楽は懐かしい感じがして親しみやすいといった声が多く寄せられています。特に1990年代から2000年代の R&B やポップスの影響が感じられる楽曲は中高年層にも刺さりやすいようです。またメンバーたちの自然体で等身大の姿に共感できるといった意見もあり、彼女たちのナチュラルな魅力が広く支持されています。一方でポップはどのグループも似たような感じがするという意見も見受けられました。しかしその中でもニュージーンズは独自のスタイルを持ち、他のグループとは一線を画す存在として評価されています。 HYBE やミンヒジンさん、ニュージーンズをめぐる騒動や問題が K-POP 界だけでなく世界中で大きな話題となっています。何が起こっているかいまいちよくわからない方のために、この記事ではニュージーンズに何が起きたのか、なぜ緊急性配信に至ったのか、その経緯や背景を詳しく分かりやすく解説、また長い説明を読みたくない方には超簡単バージョンでも解説しています。まずは今回ニュージーンズのメンバーが緊急性配信を行うに至った経緯を超簡単に説明してみます。ニュージーンズに何があった。対立が表面化したのは2024年4月ニュージーンズのプロデューサー兼所属事務所アドル代表だったミンヒジンさんが親会社の HYBE からいろいろ裏工作して HYBE 傘下から抜けて独立しようとしてるでしょという理由で経営権奪取を狙っていると内部監査を始めます。 HYBE 側がなぜそのように疑問を持ったかというと、2024年初頭の契約条件見直し交渉でミンヒジンさん側が株式買い戻し権の比率の大幅引き上げ要求、ニュージーンズの専属契約を取締役会を経ずに解除できる権利を要求、
という HYBE 側にとってはとんでもない無理な要求してきたからでした。これにより HYBE 側は民非人氏が経営権奪取を試みていると捉えて動き出したというわけです。とはいえ民非人からの交渉内容がとんでもないものだったとしても合意しなければ実行はできないわけで、 HYBE はアドルの株 80% 持ってるし経営権奪取は早々実行されないのに、こういう動きをする民非人をこれ以上配下に置けないというのが本音かな。それに対して民非人さんは会見を開いて完全否定、 HYBE への不信感を表すエピソードとして民非人さんは HYBE 傘下別会社からデビューしたイリットはニュージーンズのパクリ、 HYBE 初のガールズグループをデビューさせようという誘い文句で引き抜かれたのに、ニュージーンズより先にルセラフィムをデビューさせたなどと様々な暴露を繰り広げ、感情的に罵ったことにより両者の対立は激化。 HYBE 側も民非人氏は占い師に経営を相談している、 BTS が兵役に行くことが嬉しいと発言していたと暴露するなど、お互いが暴露合戦を始めて泥沼化していきます。ニュージーンズ5人とその保護者は完全に民非人さん側についていて、裁判所に嘆願書も提出しています。2024年8月末に民非人さんはアドルの代表取締役から解任されます。とはいえアドルの社内取締役職とニュージーンズのプロデュース業務は継続という一番無難な着地に、しかし新体制のアドル経営陣は外部クリエイター集団にこれまでの動画削除要請を出したり、ニュージーンズメンバーからの訴えに真摯に寄り添うなど心ある対応をしませんでした。その状況にたまりかねたニュージーンズメンバーがあのような緊急性配信を行ったという経緯になります。今まで民非人が自由にやりすぎていたニュジたちを大切にしていただけであって、今の体制や対応はおそらく HYBE にとっての通常運転なんだろうね。でもどんな背景があるにせよ、新アドルは所属アイドルの訴えにはしっかり寄り添って信頼関係築かないとね。それが仕事なんだし、民非人さんは1979年12月16日生まれの44歳で K-POP 界で高い評価を受けているプロデューサーです。ソウル女子大学ぶ資格デザイン学科を卒業後、2002年に SM エンターテインメントに入社、少女時代や FX、シャイニーなどのブランディングを手掛けアートディレクターとして名を挙げました。その後 HYBE に移籍しニュージーンズのプロデュースを担当。民非人さんは独自のプロデューススタイルで知られており、従来の K-POP の成功方程式に挑戦する逆張り戦略をとっています。ポップガールズグループは強い自立した女性を象徴するガールズクラッシュをコンセプトにしたグループが大半だった中、自然で等身大な10代の女の子のコンセプトでニュージーンズを誕生させました。また音楽やファッションでは Y2K と呼ばれる2000年代の懐かしい当時を再現しつつ、現代の流れも取り入れた独自の世界観を作り上げ、全ての面で常識を覆して世間に衝撃を与えました。ニュージーンズの革新的なコンセプトは民非人さんの才能の賜物で、ニュージーンズの世界的な成功につながったと言われています。ワウワウでは2022年7月に韓国でデビュー、今年6月21日にはスーパーナチュラルで待望の日本デビューを果たした。ニュージーンズを4ヶ月連続ニュージーンズワウワウスペシャルと題して特集中。9月22日午後7時0からはニュージーンズのメンバー5人をそれぞれフィーチャーするスペシャルプログラム Ask Jeans ニュージーンズインタビューがスタート。東京ドーム公演の感想やデビュー2周年を迎えたニュージーンズについてなど、メンバー5人への独占インタビューを通じて彼女たちの思い魅力に迫ります。そしてこの度番組内でニュージーンズ統括プロデューサーの民非人の独占インタビューも放送配信することが決定。民非人が語る東京ドーム公演、メンバーの魅力、そしてニュージーンズへの思いもお見逃しなく。11月はニュージーンズのミュージックビデオを一挙放送するほか、東京ドーム公演ニュージーンズファンミーティング一巡員養父バニーズキャンプ2024東京ドーム一巡員養父
をリピート放送配信します。見逃してしまっていた方やもう一度見たい方はぜひこの機会にチェックしてください。またワウワウにご加入されている方の中から抽選で5名様にメンバーの直筆サイン入りワウワウオリジナルミニポスターをプレゼント。応募方法などの詳細は番組サイトをご確認ください。引き続きニュージーンズ特集をお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。